今日は絶対1キロ釣る。外回りの回遊か内回りの五木。来たか。来たー。僕とレゴもうゴレでできてるから戻れんよ言うたし。どん、これで、まあ、実調検証、はい、今からやっていこうと。はい、マグン来ております。あ、でもおはようございます。おはようございます。まだあの夜が明けてないんで今5時半ぐらいですかね。5時半、もうすぐ6時。もうすぐ6時、うん、まだ月がね残ってるんですよ。あるんですよ。うーん、投げたいんですよ。投げたいね、早くね。もうサクッと行きましょう。今日は行きましょう、ええ、と意気込みを最後パシッとお願いしますよ。今日は絶対1キロ釣る。決めたからには必ず釣る。はい、ポイント入ってきました。マーク今ね外洋の回遊をちょっと狙ってるんで、僕はねワンダの方をね五木のイカを狙っていきたいと思います。エギはアオリ級 3.5 赤下し1投目。外回りの回遊か内回りの五木。潮はね若干こう左の方に払い出してる。こっち側がねワンド、こっちが外海。ちょっとね暗いんでね見えにくいんですけど。来たか。来ました。落ちパクでした。これちっちゃいな。これちょっとお恥ずかしいやつです。いや、いいじゃない。コロッケこれちょっと早めに、うん、返し上げましょう。ありがとうした。ありがとうございます。よいしょ。はい、アオリキですね。アオリキですかね。はい、ノーマル 3.55 赤下地のナイスです。ありがとうございます。この今の段階やけどな、釣れるとしたら。おー、来るんじゃない？全然来とらへんと。ごめんなさい。吹けたんだもん。こんな早く吹ける？だってあんだけしゃぐったのに。来たー！来たー！やっぱ来とったわー。当たっとった。ちょっと待ってよ。お、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。いいじゃない。すいません、すいません。いいじゃない。いや、いいじゃない、いいじゃない。どうも。うわ、いいじゃない。はい。やっぱ違和感が。ね、言ってたもんね。なんか。あったんですよ。エギも？エギはほんず、オレンジボイルです。懐かしいね。はい、オレンジボイルです。久しぶりじゃない、大好きだから、僕。僕とレゴはもうゴレでできてるから。この優しさでできてるから。オレンジボイルの優しさでできてるから。ゼロゼロです。はい、ゼロですね。はい、4、9、5やけんや。4、7。うっ！なんで？さっきワンドの方をねこう攻めてたんですよ。ワンドの方マークをねこっちで外の回遊をね、はい、攻めてました。ちょっと潮変わったな。変わり出しのタイミングか。変わり出しで思い出しました。どうでもいい話なんですけど、していいですか。僕揚げ出し豆腐だ。What the f-。 静かですね。ベタナギですね。ベタナギにお兄ちゃん。なんか釣った。なんか釣った。なんやろ。なんか釣ったってやろ。イカ？デックされてなかった。すみません。ありがとう。ちょっと塩やばかな、そろそろ。え、やばくない？戻れんよ、言うたし。ちょっと行こうか。ちょっと待って。無理せんとって。あんたはよくてもカメラがもうそれしか。ここに来んで、ここに。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ほい。はい、お願いします。よし。あとはもうどうにでもしなさい。What？ 大事なことちょっとお伝えするの忘れてました。すいません。すいません。あのデュエルの方からですね、はい、エギが届きまして、はい、システムカラーっていうあのカラーリングがラインナップされました、新しく。はい、こちらのエギがですね、こちらどうぞ。どう。まず上の方はですね、これですね。アオリキューの、まあ、システムカラー、うん、で日中ピンクっていうカラーになるみたいで。これって言っていいのこれ？
これ言っちゃっていいの？皆さんなんかお気づきになってます？これ大丈夫なんですか？また怒られちゃうから。各メーカーね、うんうんうん、切磋琢磨しながらこうカラーリングもね 、まあ、出されてるみたいなんで、いやただこれは俺これ寄せ寄せマスターにしときます。寄せ寄せマスターですね。、はい、これで、まあ、実調検証を、はい、今からやっていきたいと、はいはい、思います。了解です。あともう一本、はい、もう一本、はい、これが気になってました僕。ドン。エジです。いやもうエジでしょ。エジなんですよ。いやもうすごいカラー、こうカラーが濁りライム、濁りライムっていうカラーですね、うん、濁りライムっていう、これ僕今日ちょっと使わせてもらおうかなと、ええ、了解です。はい、やってもやらせてもらう。ちょっとこれもうまだ発売前で1本しかないから、うん、絶対ロストせんだよ。あの僕知らなかったんだけど、うん、皆さんこれあちょっと出していいです。あ、どうぞどうぞどうぞ。ダートマスターについてるあのパタパタ足、うん、足、うんうん、フット、あ見てこれすごいツインテール、ツインテールマスターよこれ。すごいこれ、すごいこと考えます ね、 いいですね。そのピラピラがどうこう作用してくるのかですね、うん、海の中でそのピラピラがこう髪の毛みたいにさーってなるみたいな。あーなるほど。まあ、待ってもじゃあこれちょっとちょっとこれ、はい、今日今回やってみます。エビエビマスター、エビエビマスターじゃない、エビ級やっていきたいと思います。はい、濁りライムっていうカラーリングですね。こんな感じですね。こんな感じですね。じゃあちょっと投げていきましょうね。その辺着手しましたね。まあ着っていきます。あ、まあでもそのダート性は普通にいいんじゃないですか。ダートしてくれてる感じはあります。何？すいません、エジが。私一回も使ってないじゃない、あれおもちゃじゃないんだから。あれ代わりにじゃあキロアップ上げてください、今日。はい、バシッと。バシッとはいらないわよ。はい、システムカラー日中ピンク、3号ぐらいの塩だもんな。ちょっと際は攻めれないから入り替えよ。なんでやねん。室井さん、ちょっと失礼します。まず来ております。あ、でも、あ、でもあるやん、来ましたね、うんうん、頑張ってして。何エギ、これあのあれあれあのゴールドテープやからね。ゴールドテープだ、うんうん、これいいです。バッターは最後に、こういう感じですね。お疲れ様。お疲れ様。超過とこのきつさが、うん、見合ってない。見合ってないのよ。6時間ぐらいやりましたけど、システムカラーとエビキュー使ってたんですけど、ちょっと塩がね、3号とかあのスロータイプとかあればもうちょっと違ったかもしれないけどね、っていう感じで。ということで今回は、はい、まあデュエルサポーターへの道、超過5杯、サイズはね上がらなかったですけど、はい、ぜひねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。僕たちですねインスタグラムなんかもやってますので、ですね、はい、ここに載せておきますので、はい、フォローの方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
うん。